日本体育大学は、東京都世田谷区深沢7丁目1番1号に、本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された、大学の略称は日大。日大大、文州。日本体育会発祥の地域正城中、高校敷地内1891年に、日高東吉郎により、東京、牛込区原町の正城学校内に設立された。 定育会を起源とする。1893年日本定育会定、ミサオ練習所、日本定育会定ミサオ学校を経て、専門学校令による日本定育専門学校となった。体操練習所時代から、教員養成には実績、提供があり、全国からスポーツの指導者、体育教員志望者、スポーツ式、運動能力の高い受験生が殺到した。 幻となった1940年、東京オリンピックには多くの在校生の参加が見込まれていたが、戦争の勃発は適正スポーツをことごとく禁止に追い込んだ。いつしか体育も軍事教練に名を変え、在校生の多くが戦地に倒れていった。この過去を忘れることなく、第二次大戦後の1949年、民主体育をスローガンに日本体育大学が開学した。 日体大はオリンピックと日本で最初に接触を持った大学としても知られている。テーミサオ練習所が開設されたのは国際オリンピック委員会が結成された1894年のちょうど1年前、第2回のオリンピック競技大会がパリで開催されたのは1900年である。その年のオリンピック総会に日本代表として招待されたのが日本体育会テーミサオ練習所だった。 以来、日体大,大は、オリンピックと深い関係を保ちながら、日本のスポーツの振興に貢献し、今に至っている。見学の精神に創設者、日高東吉郎による、全国民が強権な体力を保持しなければ、国家の発展は望めない。との信念を持つに至り、低育不況のもとを掲げている。国民体育の振興、間に、豊かな国家、社会を実現するため、体育、 スポーツの普及、発展を積極的に推進し、健全な心身を兼ね備えた全人格的な人間を育成することを見学の理念としている。そのような校風は、出実合見、団結和教、取得研修、体育暴行と効果の詩にも歌われている。効果は、日本を代表する作曲家、五大二郎が作曲し、国文学者の近藤忠義が作詞した。 現在の効果は、取得研修、体育暴行の2番、4番は割愛され、1番、3番を1.2番として歌われている。日体スピリット、チャンスの像のいわれ、世田谷深沢キャンパス正面左側に競技者の銅像がある。ちょうど、ラガーメンが前方の体育館に一発をしようとしているシーンを表現したもののようである。この像は、チャンスと命名されている。ポイントゲッターになるよりも、 チャンスメーカーになれ、トライゲッターであるよりも、チャンスメーカーたれという言葉は、ラガーマンのためのキャッチフレーズだが、ラグビー以外のスポーツウーマンスポーツマン一般性にも、当てはめた標語を通して、日体大が目指そうとしている、教育理念を表明しようとしたものである。真のチャンスメーカーに徹する生き方こそが、日体スピリットである。大学案内要項一部抜粋、元日本体育会総裁。 会員の都と日と新能殿下直筆の見学の精神、定育不況のもとの額と肖像画が本部世田谷深沢キャンパスに掲げられている。日本の中核を成す体育、スポーツ科学の専門大学という位置づけにあり、その歴史の中で数多くのオリンピック代表選手、世界選手権代表選手、体育教諭、養護教諭、さらにはスポーツ科学者を輩出している。 名門体育大学、近年は国際的に活躍する指導者の育成にも力を入れている。伝統的に保健体育の教員養成を目的としていることもあり、同校出身のプロスポーツ選手は他大学と比較しても多くはない。むしろプロ組織を持たない比較的マイナーなアマチュアスポーツにおいて世界レベルの選手を数多く育成しており、 日本スポーツ界の底上げを担っている。2012年ドンドンパラリンピックにおいては、伊田智博、石田直明、江黒直樹など監督、コーチとして8名の卒業生が参加した。2012年ドンドンオリンピックにおいては、選手23名、2008年北京五輪においては26名、2006年アジア競技大会においては51名の選手を、排出している。 1912年スウェーデンストックホルムオリンピック初出場から第29回北京オリンピックまでの日本代表選手団のメダル獲得数の4分の1を日体大関係者が獲得している。その実績などから実技の日体大と言われるゆえんは今なお受け継がれている。東京、世田谷キャンパスは体育、スポーツ科学の総合大学にふさわしい都市がた。 高度情報型キャンパスに再開発され、これに伴い教育、研究カリキュラムの抜本的な改革に着手している。世田谷キャンパスの設計は、組設計により行われた、体育、スポーツの伝道明治時代中頃に創設された、体育会のもとに設置された、体操練習所からスタートした、体育系大学の老舗である。そして、体育学から波及した、 いろんな学科をいち早く取り入れた。例えば健康学科を体育系大学で初めて設置し、保健分野でもよく知られ、伝統の体育指導者排出のみならず、養護教員、小学校教員、特別支援学校教員、医療関係従事者の OGOB も多く排出している。現在、健康学科ソーシャルサポート領域においては、在学中に社会福祉士の国家資格を取得し、 福祉関係の仕事に就く学生もいる。日体大,大生の就職志望は教員が一番多く、次に公務員などが多い。進学者は8%程度で、日体大,大大学院、筑波大学大学院、早稲田大学大学院、各都道府県国立大学大学院等数名が進学している。スポーツをたしなむ大学生、スポーツ系学部学生には略称の 日体は広く認知されているが、一般学生、一般市民には、日体大で、全国的によく知られている。特に、オリンピック開催年には、日体大関係者の活躍により、よく話題になる大学である。学生の大半が、運動系、文化系問わず、クラブかサークル、または、学外実業団クラブ、スポーツクラブ等に入部し、練習、研究活動に切磋琢磨している。 運動系は、インターカレッジ優勝を目指しているクラブが多い。ちなみに、インカレの優勝期が18期あり、近年スポーツ学部などを設置し、クラブを強化する総合大学が多い中、短科大学では奮闘している。短科大学でのスポーツの競合は、数えるしかなく、野球、ゴルフの東北福祉大学などを数高である2013年7月。 第27回ユニバーシアード競技大会ロシア火山大会選手監督関係者75名を派遣日本の国別メダル総獲得数第2位に貢献した日体大関係者のメダル総獲得数20個の内訳は金メダル5個銀メダル10個銅メダル5個2016年7月8月ブラジル開催リオオリンピック日本代表戦手数1位 日体大28名2位はセダ大学18名3位、日本大学17名4位、筑波大学10名明治、大学10名6位国士官、大学9名山梨学院大学9名8位、東洋大学8名9位順天堂、大学7名東海大学7名法政大学7名、中京大学7名であった。卒業は通常の単位取得のほか、過去に中途退学した学生でも、 三年以上の在籍で百単位以上の取得。その後の社会的な活躍や貢献によって、特別卒業認定証を授与するという規約の適用を教授会が認めれば、卒業となり、千葉新一が2013年3月10日に、特別卒業認定証第1号として承認されている。翌2014年3月10日には、前年度の千葉に引き続き、本田ダ大ザブロと、 松木康太郎が同認定で卒業した。エッサッサ、編集エッサッサとは、日本体育大学で伝統的に行われている応援スタイルおよび、運動のこと、大学生活において、新入生特別活動で教えられ、習得した後は、各部縮紹介等で外科として披露されることが多い。新入生特別活動においては、エッサッサをはじめ学校体育等で必要な、 集団行動の訓練、効果指導なども行われている。エバラ体育とは伝統的に行われている女子学生による応援スタイル運動のこと、体育研究実演発表会での集団行動の演技はエッサッサほどではないが、教育界では著名である。エッサッサは大正時代後期に各学校でスポーツ応援が盛んとなり、東京高等商船学校の応援家、 怒りをあげて、や、東京農業大学の青山ほとりなどに対抗するスタイルのものを求めて、全身の体操学校在校生の市販家生であった平井はじめが考案した。当時、アメリカから導入されたピストンロッジアームモーション奏法を参考に、掛け声をエッサッサと定めたことに始まる。また、そのエッサッサというおたけびをあげるのと同時に、 己の思いを乗せて体外に放出すると言われ、現在の諸手の拳を交互に前方へ押し出すモーションも、初期のピストンロジーアームモーション双方から進化して気持ちを乗せることから、現在の形になった。日体大卒業生が体育教師として着任した全国の一部の高等学校や中学校にも広まり、体育祭、運動会などで男子のマスンゲームの一環として披露されることがある。 一般的に頭に長めの白ハチ巻きを巻き、上半身肌が白い短パンを着用し、裸足のスタイルで行う。肉体の美、精神の美、集団の集合理算の美を追求する。なお、横浜武市大キャンパスには、井上久照作のエッサス作像が混流されている。2013年9月に行われた、東日本大震災復興支援スポーツ祭、 東京2013の総合会会式で応援パフォーマンスとしてエッサッサが演じられた。過去、学校の体育祭プログラムで定番だった組体操、騎馬戦、棒倒しなどが重大な怪我の発生などによりプログラムからなくなりつつあるが、そうした中、地域によっては怪我の少ないエッサッサ、集団行動が再び見直され、プログラムに組み込まれることがある。集団行動、 編集集団行動の訓練が2011年11月8日15日22日12月13日にテレビ朝日系番組鳥肌スクープ映像100化時点で紹介された集団行動のメンバーの称号は NTF45 で N は日本 T は体育大学 F は妖精を表す女子大生45人が美しい演技をする妖精の ようになってほしいという願いから生まれた。竹市大キャンパス専門学部、編集上記4学科ともに、保健体育の中学校教諭一種免許状高等学校教諭一種免許状の取得が可能。また、武道学科では2012年以前の入学者を受け入れ、対象としていた伝統芸能専攻にて、秘書教諭免許取得の道も開かれていた。毎年、上記4学科の希望者を対象に、 在学中に通信教育を受けることができる制度がある。研究科、編集日本体育大学図書館、編集世田谷本館、横浜、竹志大文館に約48万冊の蔵書を持つ。国内外の体育、スポーツに関する文献が特に充実している。一般公開され広く一般人にも利用されている。総合スポーツ科学研究センター、編集、設置機関の一つ。 日本体育大学におけるスポーツ科学研究活動の推進支援を目的に設立された電子ジャーナルの日本体育大学スポーツ科学研究を観行している学則の第7条によると当センターに体育研究所及びオリンピックスポーツ文化研究所を置くとされている体育研究所編集スポーツ科学スポーツ医学に関する計測機器を多数揃える 学外にも、保有機材の利用に門戸を開いている。オリンピックスポーツ文化研究所、編集アスレティックデパートメント、編集、設置機関の一つ。アスレティックデパートメントにハイパフォーマンスセンター、コーチングエクセレンスセンター及び、スポーツトレーニングセンターを置くとされている。ハイパフォーマンスセンター、編集コーチングエクセレンスセンター、編集スポーツトレーニングセンター、編集通称トレセン。 トップアスリートの競技力向上などを目的とした施設。国内指折の充実したトレーニング施設には、学外からの利用もある。スポーツキュアセンター。編集学速第7条の2によると、スポーツキュアセンターとなっている。健康管理センター。編集国際交流センター。編集アドミッションセンター。編集教育支援センター。編集学生支援センター。編集学生寮。 編集社会貢献推進機構、編集あたり機構内にスポーツプロモーションオフィスが置かれている。健康管理センター、編集学生、教職員等の心身両面の健康管理に携わっている。これまで教員養成やスポーツ編集育成を大学教育の主眼としてきたこともあり、教員、学生ともに十分な研究環境が整っているとは言えない状況にあった。 そのため、大学院博士後期課程の設置から10年を経た2008年、研究活動の進行を図るための基本事項を定めた基本計画が策定された。文部科学省委託事業、編集スポーツアカデミー形成支援事業、編集2020年、東京オリンピックパラリンピック競技大会に向けて、文部科学省が実施する、スポーツアカデミー形成支援事業の 委託先大学に採択された。オリンピズムの普及とスポーツ医科学研究の推進を図るため、同じく採択を受けた筑波大学及び、鹿屋体育大学と連携し、各国の体育、スポーツ系大学とのネットワーク構築を目指している。日本体育大学バスケットボール部も参照、日本体育大学女子サッカー部も参照、日本体育大学男子ハンドボール部及び、 日本体育大学女子ハンドボール部も参照、日本体育大学ラグビー部も参照、日本体育大学公式野球部も参照インカレ等の全国大会で優勝した実績を持っている。詳細は、日本体育大学の人物一覧を参照東京、世田谷キャンパス、編集約四万平方メートルの敷地に、各校舎のほか記念行動、二つの体育館、グラウンド、プール、 図書館などが集積して立地するメインアリーナドン町には片岡玉子、富士に喧嘩。記念行動は毎年12月に実施されるダンスサミットインジャパンの会場になることでも著名である。他には野球界で有名なプロ野球経験者が高校、大学の指導者になるための学生資格を回復する研修会の会場にもなった。美術品収集家としても知られる。 松並健志郎理事長のもと、美術品の収集が行われている。教育研究棟一階エントランスホールには日本を代表する彫刻家、中村真也、天宮二郎、円津活像の大ブロンズ像が飾られている。メインアリーナドン町には、名古屋五円座、片岡玉子、富士に喧嘩のが、教育研究棟入り口のライオン像は三越、百貨店からの寄贈がある。横浜。 竹次大キャンパス、編集玄関横には、日本レスリング界の父、八田一郎の銅像が建てられている。菅平実習場、編集学術、スポーツ交流協定締結公外務省が、渡航自粛を求めている北朝鮮に運動部員を遠征させている。遠征の理由について、大学側は、政府間の状況は、十分に理解しているが、合同練習を通じて、 友好関係を深めたいと説明している。松並理事長コメント、スポーツ交流が目的、すべての国と仲良くする。平和を求める日本国だとアピールしなければ、オリンピックの招致もうまくいかないと思う。今回の遠征は北朝鮮からの招待という形で実現した。その経緯は外務省も理解している。共に横浜市青葉区を支援している。 青葉ベースボールフェスタ毎年交流戦が実施される。年度、大学事情によって参加校は変わる。2014年6月、名城大学と学校法人同士の立場から包括連携協定を締結している。2011年5月から学生と教職員によるチームが東日本大震災の被災地を訪れて支援活動を行っている。2012年は福島、宮城、 岩手の各県で日体大スポーツキャラバンと題して、体育研究発表実演会も開催した。地域貢献、活動教育研究の成果等を広く開放し、地域、社会に貢献するために、地域、社会貢献推進委員会を設置し、行政と連携しながら、世田谷区や横浜市の小中学校での教育活動支援など、地域密着の地域、 社会貢献活動に取り組んでいる。また、学生による地域、社会貢献活動も盛んで、ゼミ生によるプロジェクトや、クラブによる子供も,も向けスポーツ教室の開催、日体フェスティバル、体育実演発表会等での地域住民との交流など、多様に展開されている。ボクシング部員の大麻所持事件2016年1月、日体第3年のボクシング部員が、 東京都渋谷区の路上で警視庁の警察官から職務質問を受けた際、減量の時に使う利尿剤ですと説明し、警察官が運転免許証を確認中に免許証を奪い取って逃走。その後、渋谷署が5月末、川崎市の自宅で大麻約7グラムを所持していたとして、大麻取締法違反容疑で現行犯逮捕した。東京地検が6月に起訴した。 大学処分、陸上競技部による大麻栽培、通過偽造事件2009年3月23日、陸上競技部所属の学生が横浜市青葉区内にある東部条約ブロック、合宿舎内で大麻を栽培、関東新越厚生局麻薬取締部から取り調べを受けていたことが発覚。このリークに引きずられる形で、大学は同月5日付で3年生1人を、 大学処分とし、陸上競技部の部長、監督、コーチを解任したことを明らかにした。その後26日、当時の学長が記者会見に出席し、大学処分を課した学生と同じ競技グループに属していた男子46名もの選手に無期限の活動停止処分を課したと発表した。陸上競技部全体には、当初、事件が発覚した翌日から10日間の 活動停止処分を下したが、間近に迫っていたユニバーシアードカキ大会の代表選考会に選手を派遣するため、これを5日にまで短縮していたことも明らかになった。さらに、町役ブロック合宿所が大麻取締法違反容疑で、関東新一厚生局麻薬取締部の捜索を受けた際、カラーコピーに施札数枚が見つかっていたことが25日になって発覚する。 これを受けて、神奈川県警が、通貨寄贈容疑で捜査を進める事態となった。これら一連の犯罪発覚を受け、関東学生陸上競技連盟は、陸上競技部全ブロック、長距離ブロックを含む箱根駅伝、全日本大学駅伝、出雲駅伝のシード権剥奪、3ヶ月の出場停止、関東インカレ二部校への降格などの処分の採定を、した。しかし日体大は、 大麻の問題はまだ起訴されていない。紙幣のコピーは紙幣偽造で起訴されるような事件ではない。当該学生を退学処分としており、陸上競技部の学生に連帯責任を負わせるのは筋違いとの主張を展開、処分撤回を求めた反論文を学長名で提出した。これに対し連盟は処分を変更せず、日体大を厳罰に処する姿勢を明らかにした。レスリング部による 合姦致傷事件2009年9月、レスリング部所属の男子学生が合姦致傷容疑で逮捕された。後退学処分。日体大は10月15日になって、レスリング部に対して無期限の活動停止処分を課し、部長と監督を解任することを発表した。2010年9月27日、活動停止処分を終えた。その後9月27日以降の公式戦出場を、 日本レスリング協会も容認、出場が許可された。ありがとうございます。